すぐ着加工になるとかいうめちゃくちゃ楽やないかってやってめっちゃ早い着加工できました。ケンマヤ TV。 こんにちは、ケンマヤのアナです。今回は多分円筒検索のある加工がめちゃくちゃ楽になるんじゃないかなっていうものを紹介したいと思います。これとこれとこれですね。チャックなんですけども、チャックといえば前回5年前に紹介した円筒検索でチャック加工みたいな動画を上げたんですけども、まあうちはチャックは7インチの三つ爪のスクロールチャックを使ってて、円筒検索盤につけるのには主軸台が専用のチャックをつけれる主軸台じゃないとつけれないんで、まあうちはそのチャックがつけれる主軸台にしてて、チャックをつける板っていうんですかね、板ではないな、鉄板みたいなアタッチメントをつけて、でチャックをつけてみたいな、結構チャック加工する時の段取りってすごい時間かかって、7インチやしまあまあ重たいんで、まあ、めんどくさいんですけども、まあ、今見てもらったこの、まあ、ミニチャック、まあ、このチャック商品名が即チャックンとかいう名前で、即チャックン、多分即チャック加工ができる、それとも即チャックがつけれる、まあ即チャックンっていうやつで、これはまあちょっとちっちゃいんですけども4インチのチャックになります。でまあこれを、まあ、これ後ろテーパーなってで、モールステーパーナンバー4になってるんで、まあ簡単に言えばあの主軸台についてるいつもつけてるレースセンターを外して、これをカンってつけたらすぐチャック加工になるとかいうめちゃくちゃ楽やないか感じのチャックをちょっと使ってみたいと思います。でこれ を作ってるのが、以前紹介して何回もケンマヤ TV に出てもらってる備前さんが作ってて、でまあこれを販売してるのが、まあ、うちがいつもケンマ材屋さん、ケンマ材屋さんって言ってたんですけども、なんと今回名前出してもいいよということで出させてもらいます。競泳研磨材さん、まあ皆さん見てる方なら薄々気づいてたと思うんですけども、まあ競泳研磨材さんっていうところでうちはいろんな研磨材を購入したりとかしてます。まあその販売が競泳研磨材の大阪支店さんが販売してます。で今回これを使ってよということで僕が使ってみたいと思うんですけども、まずはちょっと説明書、お買い上げありがとうございますっていう感じで、お買い上げいただきました即チャックンはチャック部の取り替えが可能です。5インチチャック、四つ爪チャックなどへの変更、また他ご希望のアタッチメントへの取り替えも可能ですっていうことです。で、まあ、今回ご紹介しているのは4インチのチャックのこのアタッチメントがモールステーパーナンバー4でついてて、まあ、5インチとかにもつけれるみたいなんですけども、やっぱ5インチとかになるとだんだん重たくなって剛性がちょっと弱くなっちゃうので、まあ、その辺はちょっと要相談で5インチしたいなって言われる方は相談してみてください。まあ僕は4インチでも 25.4 なんで100ぐらいはいけると思うので、まあ、それぐらいつかめたらあとはちょっと重たいけどいつもの7インチつけたらいいかなと思うんで、まあ小物のやつですぐ着したいなと思う時にこれ使えたらいいかなっていう感じです。で説明書がこんな感じで、即チャックの取り扱い説明書が先ほど見ていただいたこのチャックとチャックつけるやつと、でこの固定シャフトとかいうやつにセンタリングワッシャー、セカンドノブ、メインノブっていうのがあります。で取り付けるには本体を通常センターのようにセンター穴にカツンと差し入れます。ということで、なんかこう今の説明を見る限りなんか普通にセンターの交換する感じでめちゃくちゃ早そうですよね。まあ、ということでちょっとこれめちゃくちゃ簡単そうなんで今から実際取り付けてみたいと思います。よろしくお願いします。これのその原理がこれついてて、この後ろにこの固定シャフトをこう
やって後ろからこう締め付ける、こうですね、こうっていう感じになるみたいです。ということで今からつけてみたいと思います。まず今ついてるこのセンターを外します。でその時にこのセンター外す棒、これももう外しておきます。センター入れる穴を掃除して切れ回すやつも外して、センター外したところをゴミ噛んでないかチェックして即ジャックンをつけたいと思います。即ジャックンのここも入るとこなんです。やってこのままですね、このままこうか、普通に、おお、こういうこと。こっちはこれでもうほんとセンターを取り付けるイメージでつけるだけですね。でこの固定シャフトを後ろから入れて、でちょうど止まるので止まったら巻いて、ネジなんでこう回して締めていく。でこれでグッと締まったんで、このセカンドノブを主軸部に締め付け固定、セカンドノブをこう主軸側に回して、で手でこうグッと固定しますね。で完了。これで終わり。おお、これで終わり。はい、あとはまあうちのやつがちょっと前回も紹介した AC サーボなんで、この回転するやつがここなんで、これを緩めます。回転固定機構を解除し、回転固定機構を今解除しました。でこれであとはケレをセットするだけ。ここにこうケレが当たるところがあるんで、これでケレをセットします。あと回すだけ。おお、すげえ、めっちゃ早い。これでもうチャック加工ができるってことやな。あとは付属のこのチャック回すやつで回して、で、まあ、例えば今はちょっとワークがないんであれですけども、まあ、例えばこういうダイヤモンドのやつ、ちょっとここら辺錆びてて入りにくいし、ちょっと細くしようかなと思ったらこうやってつけて締めつける。あとは見たいってこと、ちょっと芯見て、でまあちょっと今見たら芯が出てないので前のボルト緩めてちょっと芯出します。まあこんな感じでちょっと、まあ、大体これ100分の1ぐらいに出してたら、あとはまあワークとかで芯出したりするので、まあ、チャックもちょっと芯出しといて、であとはこれワークですね。今やったらちょっとダイヤモンド、うん、これももう全然ガタガタしてるけど、うん、もうこんな感じでやって、あとは実際ちょっと加工してみたいと思います。はい、もうこんな感じでめちゃくちゃ簡単にすぐ加工できて、ここでチャック加工できました。もうめっちゃ簡単で、しかもめっちゃ早い。もうこれやったらチャック加工も億劫じゃない感じがしますね。取り外すのも回転固定機構をまずは止めて、このセカンドノブを緩める。セカンドノブを緩めたらメインノブを3回転ぐらい緩める。でメインノブの端面を軽く立て、この時にこっちの即チャックンの本体はちょっとこう支えとかないとバンって後ろを叩いた時に飛び出すので危険です。こんな感じでこれでちょっと緩んだんで、右手で即チャックンを持ちながら後ろのメインノブを回して外します。で即チャックンを外す。はい、こんな感じで外すのもめっちゃ簡単で、メインノブもこんな感じで取り外して終わりです。今回この即チャックンちょっと初めてつけて、2回目から本当、まあ、早かったら多分おそらく1分ぐらいではできるんじゃないかなっていう感じで、しかも軽いですしめっちゃ便利ですね。動画で見て、まあ、ちょっと気になるなっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、まあ、これデモ機で
見せてもらえるらしいです。なので、まあ、概要欄に共栄研磨剤の大阪支店さんのホームページとメールアドレス載せていますので、気になる方はぜひ問い合わせしてみてください。今回この動画を見ていただいた方限定で、はじめましてヒカルくんですっていうライトをプレゼントしてくれるみたいです。購入の時とかは研磨絵 TV 見たよって言ってもらえるとお得なのかなと思います。まあ、このはじめましてヒカルくんですちょっとこのもうキャッチコピーが面白すぎて全部言ってしまってるんですけど、まあこのライトの名前はヒカルくんっていう名前なんですけども、まあこのはじめましてヒカルくんですのこのライトの詳しいことはこの後のおまけのコーナーでちょっと紹介してみたいと思います。速着くんの詳しいことは概要欄に載せている共栄研磨剤大阪支店さんに問い合わせしてみてください。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。ということで、おまけで先ほどお話ししたこのはじめましてヒカルくんですっていう、まあ、ヒカルくんっていうライトを紹介したいと思います。ここに詳しく載せてます。小型軽量省エネ明るいマグネットで簡単装着なライティングツールということで、ちょっと開けてみます。はい、ということでこれがメインのライトで、まあ、接続するのが USB のタイプ A で、ここですね、コンセントクリップ2つ、ここがこのシルバーのところは強力マグネットみたいですよ。まあまあ強力なマグネットで、こんなところにピッとつけてみて、で機械の邪魔にならないように、でクリップでこう邪魔にならないように、これももちろんマグネットなんでクリップつけてこう邪魔にならないように、タッチ式のライト、これか、この上ですね、ここの上がタッチ式のライト。おお、ははー、めっちゃ明るい。もうしかも、もうめっちゃ明るいな、これ。おお、めっちゃいい。ここの横ですね、この横のノブを回すとこう緩んで、ここを閉める。閉めると固定されて、でこんな感じで明るい。うわ、これはめっちゃ明るいな。おお、こんな感じで、手元も照らせて、めっちゃいい。うん。っていう感じの、ヒカルくん。っていうライトですね。もうこの強力マグネットなんで本当どこでもつけれる。こんな感じでもっと近くでつけてもいいし、もう遠目でもいいしっていう感じでつけれるのでおすすめです。うん、めっちゃ、しかもめっちゃ強力やな、ほんで、うん、まあ、先ほど本編でお話ししたみたいに、研磨絵 TV 見たよって言って速着くんを購入してくれた方はこれを1台プレゼントしてくれるみたいです。まあ普通にこのヒカルくんだけ欲しいなっていう方も共栄研磨剤大阪支店さんに問い合わせしてみてください。まあ共栄研磨剤大阪支店さんにもこれあるので、まあどんなもんかっていうのを実物も見てもらえるのかなと思います。共栄研磨剤さんの問い合わせとか詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひ問い合わせしてみてください。ありがとうございました。